そんなに本当に言うことですかね。そうじゃないと見えん。そう細く見えるって言ってます。これは録音スタジオでダイエット自慢が行われていたんでしょう。正面から見るだけでなく、ちょっと正面から見てくれと言ったと、細くなったと感想言われ、嬉しかったりよしか全員されないと言われたって言われた。嬉しそうになる。ちょっと討論的にはなかなか厳しいですよ。そうじゃないと見えない。そう細く見えるって聞いてみましょう。ほら似てる。言ってんだろこれ。これはどうですか。挨拶的にはもう厳しいですけれども、はい、もう完璧な日本語ですね。はい、まさか少なくとも日本語だもん。はい、四方じゃないと見えない。そう細く見える。もう一回聞いてみましょう。について互いの要望をまとめ協議を本格化させます。
自民党の石破茂幹事長は会談後、公明党が議席をきちんと得て、公明党支持者に自民党の党名や候補者の名前を書いてもらうため、できる協力はどういう形があるか、率直な意見交換をしたいと記者団に語りました。次です。先月、横浜市港北区の60歳代の男性から119番通報を受けた横浜市消防局が、救急隊に男性宅の2軒隣にある同性の別人宅に向かうよう指示していたことが分かりました。救急隊が誤りに気づいて男性宅に着いたのは、通報からおよそ35分後で、男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。横浜市消防局によりますと、先月17日午後1時20分ごろ、男性から心臓の具合が悪いと119番通報が入りました。消防指令センターの指令管制員が、住所の番地が同じだった二軒隣に住む同性の別人宅と勘違いし、救急隊に出動を指示したということです。直後に別の指令管制員が誤りに気づきましたが、救急隊には正しい住所が伝わりませんでした。おしまいに、京都祇園祭りで巡行する山鉾の一つ、白楽天山を保存する公益財団法人白楽天山保存会が、前の理事長を相手取り、保存会の預金を無断で東京電力株の購入に使って損害を与えたとして、1100万円の損害賠償を求める訴訟を京都地方裁判所に起こしていたことが分かりました。提訴は去年8月7日付です。訴状によりますと、前の理事長は在任中の2006年から2010年、東京電力株6000株を1780万円で購入したとされています。保存会の規則では、有価証券の購入には理事会の議決を得る必要がありますが、得ていなかったということです。保存会は購入に気づいて株式を売却しましたが、福島第一原発事故などの影響で株価が下がったため、1000万円以上の損害が出たとしています。一方、前の理事長は、理事会で承認を得ており、保存会の訴えは不当だ、争っていくとしています。以上、三沢がお伝えしました。朝日新聞ニュース、ピエトロがお送りしました。 KBC 天気予報、総合ビル管理のファビルスがお送りします。 KBC お天気センターの中島さん、お願いします。お伝えします。九州北部地方は高気圧に覆われ晴れているところが多くなっています。天気はこの後は晴れたり曇ったりで、夜にかけて大きな崩れはないでしょう。そして明日は気圧の谷の影響で、初めは曇り空ですが、日中は高気圧に覆われ次第に晴れ間が広がりそうです。また明日日中の最高気温は8度くらいと平年よりやや低くなるでしょう。おしまいに、北部沿岸の外海では明日にかけて波がやや高く、波の高さは 1.5 メートルでしょう。お天気以上です。ありがとうございました。始めてますか？ファビルスはクリーンサービス、総合ビル管理と幅広く皆様にご提供しています。地球に優しい環境づくりを目指して、ファビルスはこれからも快適生活を皆様へお届けします。 KBC 天気予報、ファビルスがお送りしました。さあ、今日はパオンの中で J バンク福岡プレゼンツ KBC 創立60周年記念オールナイトニッポンコンサートの先行予約をやっています。3月24日、まずあの手帳見てください。3月24日の日曜日です。福岡サンパレスで行われる J バンク福岡プレゼンツ KBC 創立60周年記念オールナイトニッポンコンサート、出演は宇崎竜童さん、今日ね番組の中でも登場いただきました、それから逸羽真由美さん、稲垣潤一さん、生野真由さん、ビリーバンバン、5組のミュージシャンで、スペシャル MC として伝説の元オールナイトニッポンパーソナリティ亀渕明信さんも参加。電話番号はですね、092-781-1413 番、092-781-1413 番で、なんで私が先輩に先んじてこうやって喋ってるかと言いますと、先輩がなんとトイレに行ったまんまの状態で、スタジオに帰って、トイレじゃないどうですか、なんと電話オペレーター室にいるということで、先輩、はい、中島さん、石井ちゃん、聞こえますか？聞こえますよ。今
たちがいるスタジオと目と鼻の先のオペレータールームに私も来てます。先輩、そんな風に呼びかけられたら、あ、相当遠いとこだなと思いますけど、歩いて10歩ぐらいじゃないですか。そうですね、それぐらいの高さですよ。ね、あなたたちが言っていた、はい、選ばれし6人のオペレーターの皆さんがですね、はい、一生懸命今電話でですね。そうですよね。おっと、今私の目の前の電話が鳴ってますんで。そうですか。ちょっとね、先輩が直接、はい、私もちょっと取らせていただきますので。はい、はい、もしもし、もしもし、あ、こちら KBC ですけども、繋がってないようですね。ちょっと嫌いしてしまいましたよ。中島さん、なんであなたたちが撮った時にはちゃんと出て、私が撮ったら出ないんですか。なんででしょうね。ちょっともう皆さん言っときます。板電禁止。もうこれはね、もうあのお笑いのこれやれってことじゃないですからね。本当ですよね。板電禁止ですから。092-781-1413、 092-781-1413、 今から先輩が電話を受けるということですか、ね、今だったら私が出れます。先輩、誰で受けますか。拠点さんで受けますか。あ、拠点さん、あ、もう久しぶり、もう今年初ですけども、もしもしもうなんだ、もしかして普通にかけた人が間違えたくなっちゃった。ああ、かもしれないですね。久しぶりにこれやってるのに。またかかってきたぞ。もしもし、またこれの繰り返しかい。皆さん、言ってみますと、あなた代わりに、私の代わりに最初出てくれる、ね、はい、目の前の女の子に。あ、なるほど。そうですね。中島さん、石井ちゃん、はい、かかってくるけど、すぐ消えちゃうんだよな。ちょっと、もう皆さん言っときますよ。板電禁止。もう本当、これね、もう、ちょっと、もう本当、先行薬妨害になりますから、092-781-1413 番、092-781-1413 番、先輩、もう確定までは10秒ですんで、あの、戻ってきてください。なんだよ、何のために来たんだよ。ということで、時刻は間もなく4時です。福岡県弁護士会の平松剛法律事務所にご相談ください。借金してから5年以上の人や返して10年経っていない人でしたら、お金が戻ってくる可能性が高いんです。平松剛法律事務所での過払い金請求は完全成功報酬制、着地金も不要です。山口、長崎、熊本などで出張無料相談会も開催中。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-316-543、316-543、タイム543、またはタイム整理平松で検索。お聞きの放送は KBC ラジオです。周波数は福岡 1413kHz、 北九州 720kHz、 大牟田行橋は 1485kHz でお楽しみいただいています。本当ね、もうリスナーの皆さんに言っときます。なんで先輩をいじろうとするんですか。ちょっと全然意味ないじゃん、向こうに行った意味が。そうですよね。もう明日こそ、うん、明日こそもう先輩はあのね、はい、電話けしますから、はい、もう行ったね、絶対しないで。そうだよ、お願いします。しかも拠点やったのにはお前。そうですよ、ね、あれは声を痛めるんですよ。喉がね、相当負荷がかかるんですよ。そうです、はい、これもう本当週末ハワイに行かなきゃいけない大切な体ですから。そうですね。でも先輩安心してください。もし倒れたら行きますから。確かにいっぱいいますから、代わりは。あ、代わりはいいな。こういうことがね。そうですね。先輩が行かない。これやらなくなってもハワイ行きよ。さあ、今週はですね、オールナイトニッポンの思い出、はい、いただいております。ありがとうございます。またに紹介していきましょう。小林のイボさん49歳ですね。中学生の時に親戚のお姉さんに力丸野外スケート場に連れて行ってもらいました。すごい、力丸野外スケート場ありましたよね。そうですね、筑豊の方でしたよね。そう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 。
24時間営業で土曜日の深夜に鶴光のオールナイトニッポンがスケート場のスピーカーから流れてまして、何か大人になった気分でした。すごい、ラジオを大音量で流してらっしゃったんですか。そうなんだよ。ビバイアングバイアーバイアースケート場に流してない。ニュートンの色、ニュートンの色はスケート場で流してるわけじゃないじゃん。本当ですね、気になるじゃない、滑れないってことよね。ニコラス・ケイジさんからいただきました。はい、私のオールナイトニッポンの思いは帰ってきた酔っ払いです。東京からの電波を受けてラジオの音声が大きくなったり小さくなったりして聞き取りにくい中、なあお前天国中とかそんなに甘いとこじゃおまへんのやと、とっとと出ていけという歌詞は衝撃的でした。ああ、ということは、その、まあ、どこで受信なさってたかわからないですけれども、遠距離受信で日本放送の電波を受信なさってたってこと、ね、そうですね、この方、下関市の方ですから、まあ、当時も下関であれば、はい、そうだったんでしょうね。可能では、遠距離受信ってあれですよね、うん、あの夜はなんかやっぱできたりしますもんね、うん、できるけども他の電波も入るのでもう更新しちゃってね、韓国とかの電波も入るんで聞こえるのは聞こえるけど、まあ、時々この急にこう韓国の放送になったりするとかね、そういうことはあったよね。そうですね、まあ、初めて賛否を休んだのが27か8だかの、夏だったんです。夏過ぎですね、沖縄行ったんですけど、で、沖縄のちょっと北部だったんですけどね、本島の北部で、ここでもやっぱ KBC の電波受信できるかなと思ったら、受信できたんですよ、できた瞬間、ピンチヒッターが帰ってくんなーって言ってましたからね。その瞬間に帰ったらやつだけですよ。聞こえてないだろうと思って安心して、そうなんですよね、ま、さか俺もまあ何でも持っていかないけどもよかったんですけど、はい、できるかなと思って、はいはい、沖縄めっちゃクリアに聞こえるんですよ。あ、瞬間に帰ってくんなゴールでした。嫌だよな、びっくりしました。俺帰ってやった気にしました。こんにちは、52歳の会社員です、はい、オールナイトニッポンを聞き始めたのは確か小学校6年生でしたので、土曜日の深夜だけしか聞くことができませんでした、はい、当時のパーソナリティはあのねのねの2人でした。小学生には大変刺激的で、また大人の勉強ができました。当時は深夜放送ファンという月刊誌も購読してました、放送もまた聞きたいですが、深夜放送ファンもまた読んでみたいですねと。そういう雑誌があったんですね。ありましたね。オープニングのビタースイートサンバーも異なったバージョンだったり、ジングルもビーバーヤングファヤファヤビーバーヤンってな感じでしたと。 ありましたありました、こういうのがね。僕がオールナイトニッポン聞いてた時は確か大橋純子さんがオールナイトニッポンっていうやつでしたね。あれ大橋純子さん、あ確か大橋純子さんっていう、はい、話を聞いたことがありますけど、あの伝説の DJ の、あ大橋純子さんって DJ もやってらっしゃった。そうですよ、もうラジオの大スターでしたよ、大橋純子さん。あのシルエットロマンスの、ごめんなさい急に思い出された。大橋純子さんね、はい、そうそうそう、オールナイトニッポン、あーそうそうそうっていう、それは確か大橋純子さんが、やってて、あれね、エポも昔さ、エポって買ってこのジングルやってたんだよね。あっちの方やってたでしょ。それこそ TBS もやってたし、やってますよね。全部やってた。全部。そうですそうです、エポさんのオールナイトニッポンも、あの聞いた思い出があります。そうそうそう、あれ、ね、QR も全部やってたっていうので、この人誰っていうんでエポっていうんだよっていう。あ、そうですか。あれでしたよね。でもなんていうか、あっちの TBS 系の方は、あのアルバムとかにもなりましたもん、ね。そう。ラジオのダイヤル。ダイヤル。もうだからもう番組は言えないんですよ、ね。はい。あ、ミュージック。ハッピーミュージック。しかないだろ、ハッピーミュージックしかないだろ。ラジオのダイヤルを決めてばーって聞こえるやろ。
言うなよ、堂々。オールナイトニッポンスポンサーと。そうですよ。裏番組。はい。そうでした、そうでした。ラクダがドラマーさんが出ました。2部は夜中何かをしながら聞くというスタンスでした。唯一ラジオを聞くためだけに朝まで起きていたのは白井貴子さんのオールナイトでした。あったような気がする。どんな内容だったかもう覚えてませんが、ただビートルズが武道館でライブをしたからアーティストは武道館ライブにこだわると、白井さんのオールナイト日本で知ったように記憶してます。なんかそういうふとしたなんかこうフレーズみたいなのがやっぱあれですよね、なんかこう頭に残ってるっていうか、あの時あの人がこう、そうそうそう、これって、はい、多分ラジオの特性ですよね、テレビであの時こんなことをおっしゃいましたねってあんまり言われないですもん。そう、声、言葉だけって残るみたいだね。で、なんかもう3年も4年も前に紹介した映画のあのタイトルなんてしたっけとか、はい、内田って言われたりとか、はい、あの時に紹介してたあの映画のタイトルだけが思い出せないって、そうそうそう、言われることってこっちはね、何気なく言った一言なんだけど、はい、聞いてた人がずっと覚えてくれてるとかね。え、オールナイトジングルある？オールナイト日本のジングルで達郎さんもやってたんですね。これ番組ジングルでオールナイトニッポンでウィキペディアで出してみると、まあ、エポさんもちろん出てきます。達郎さん、それから、竹内まりやさん、そうそうたる人たちだね。そうですね、門松俊樹さんとか、あるジングルがなんかどうやらあるみたい。誰のジングル？あ、ビーバーヤング。じゃあちょっと聞いてみましょうか。ビーバーヤング、いやー、懐かしい、懐かしい、これ聞いてた。これ今使えばいいのに。またこれオールナイトニッポンコンサートでさあ使おうよ。そうですよね、出てくるときに。そうですね、うん、これを使ってちょっと、まあ、俺がまず出てきてね、はい、いやいやいやとか言いながら、そうですね、亀口さんですみたいな。あ、いいですね、出てくる普通にこうなっといてなんかなんとこう俺が MC を務めるコンサートでさあれのパターンをしょっちゅう考えてくるんですから、ね、ビリーバンバンさん最初に出た時にバリービンビンさんですって言ったらどうしますかって言ったよな君。ほうほう、もうあれずっと俺頭の中残ってるもん。ほうバリービンビン、バリービンビン3年前に一度言いそうになったからね俺。バリービンビンさん怖いですよね。怖いよこれもう絶対言っちゃいけない言葉ですから。はい。言いたくない。私もいらっしゃるんですから。今のジングル懐かしいね。本当ですね。他にもジングルありますか。もういい。じゃあ、じゃあ誰のかわからないけどちょっと聞いてみましょう。はい。あ、これはね。相当新しい、ね、新しいというか80年代ですよ、うん、僕がもう大学ぐらいになってなんかもう徹夜麻雀じゃないけれども深夜まで麻雀した後に、うん、なんか帰ってラジオつけたらこんな感じのジングルになる、うん、コーラスグループだ。曲だな。もう一個ある。じゃあもう一個聞いてみましょう。土曜日のもう3時過ぎに、そう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 、これ眠たくなるよって思ってましたね。あったね。でこういうジングルの合間にオールナイトの KBC で始まりました。チャッ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 、なんかそんな感じの音楽も流れてましたよね。そう流れて流れた。よく残ってましたね。どうですか今聞いたら石井ちゃんこういうジングルはちょっと古いやっぱり。あ、でもなんかその別に私にとって懐かしいわけじゃないですけど懐かしいんだろうなっていう雰囲気は伝わってきますし、何よりもお二人が楽しそうで楽しいです。ジングルはやっぱ楽しいですね。だいたい今パオンで使ってるあのジングル30年前のジングル。あ、そうなんですか。古っこれね、みんながやっぱ聞きたいって、やっぱね、いまだに使ってるんです。いまだに使ってていいのかなと思いますけどね。ラジオネーム、セブンティーズロックがいまだ卒業しない、できない還暦少年という方からいただきましたですね。あ、この方も、この方59歳か。今年還暦、あ、緑市生まれ、年男の方。ああ、そうですか。
やっぱり糸井五郎さんですね。語りのアクセントがかっこよく、手をつけてって手をつけて話されていたのが、田舎の少年の私はカルチャーショックで、しかも洋楽が多く聞き入ってました。ただ田舎かっこ唐津でラジオを聞くには電波の具合があまり良くなくて、本当に波のような状態でアンテナ線、アーツ線を駆使して涙ぐましい努力で聞いてました。今では考えられない田舎出身のリスナーは分かるんじゃないかなということですね。あと糸井さん50歳の時50時間マラソンディスクジョッキーを行われたと記憶しております。そうですね、当時の記録だったですよね、糸井五郎さんが50時間マラソンディスクジョッキーをやられた。それなさったんですか、50歳の時に。そうそうそう、50時間なの。まあとにかく今日もですね、たくさんいただいておりますが、思い出というテーマで皆さんからいろんな思い出お待ちしております。そして今日の KBC ラジオ、 JA バンク福岡プレゼンツ KBC 創立60周年記念オールナイトニッポンコンサートの特別電話先行予約を受付中です。このオールナイトニッポンコンサート出演は宇崎竜童さん、逸話真由美さん、稲垣潤一さん、生野真由さん、ビリーバンバンの5組のアーティスト、そしてスペシャル MC、 あの伝説の元オールナイトニッポンパーソナリティの亀渕明信さんも参加してくださるということになっております。現在一般発売に先駆けて S 席6500円のチケット電話特別先行予約を実施中です。 092-781-1413 092-781-1413 までお待ちしております。さあ、このオールナイトニッポンコンサートに出演してくださるビリーバンバンの曲を1曲、また君に恋して、
都市駅前、糸電が今年初の新台入れ替え。パチンコフィーバータイガーマスク2を40台の大量投入。スロット、大工の原産、広角機動隊など一挙に全9機種108台の新台入れ替え。 P ゾーン糸電は明日朝10時オープン。ダイヤの指は買取価格に自信あり。高山支店。高いじゃん、努力するのは当然なんだよ。そうですね、努力を見せたいという、はい、あ、じゃあ石井ちゃん行きますよ、はい、プップップップーン。わしが書いた掛け軸盗んだって。どこの誰だい。ほう、地下電でラジオとかいう音の出る箱の中で話しとるとかいうおなごのひいひいおじいちゃん。あ、そのおなご、おとといもわしの銅像の前に来て、なんでか2本指立てて笑っとったわ。変なやっちゃな。まあ、よしとするけ。ただ、わしにも喋らせとくれ。西郷どんのオールナイトニッポン。昔話が始まった。かわいい。かわいい。かわいいけどな。本当ですか。え、何、西郷さんの？ね、あの銅像。はい、行ったんです、おとと鹿児島に。あ、マジ？はい。いや、だから、そのピースして、そうです、そうです。西郷さんのあの銅像の前で？はい、遊びに行ってて、指宿で砂風呂に入ってきたんですけど、最後、夜写真撮ってきたもので、入れてみました。砂風呂のオールナイトニッポン聞きたい。砂風呂のオールナイトニッポン。なんだよ。むしちゃうよ、みたいな。そういうことあるじゃないか。なるほど、なるほど、そうか、なるほどじゃない。ね、まあ西郷さんのね、書いた掛け軸はあなたの先祖が持ってたっていう話でしょ。そうです、そうです。な、はい、そうですよ、はい、そういうことなんだ。はい、ありがとうございます。そういう感じでいいと思うよ。あ、ありがとうございます。ね、はい、さあネタをどうぞ。って、ああ気を取り直してきた。まあ、もう本当何のコーナーかなと思いましたけれども、直方市の若旦那さんからいただきました。プップップーン。いやー、去年はお世話になりましたね。でもさ、人気者になったがゆえに、実は高所恐怖症なのにさ、やりたくもないバンジージャンプやらされたり、いろいろ大変だったのよ。今年はゆっくりしたいね。じゃあそろそろ行くよ。くまモンのオールナイトニッポン。立てられてたね、はい、87メートルからね。言ってましたね。あれ怖くないか、あれ、あんなくまモンの中に。そうですね、その中に入ってる人ですか。まあ、交代すればいいです。交代すればいいっていう問題じゃないんだよ。危険だろ、あれ。それ言っちゃダメ。それ言っちゃダメだから、絶対から。ガチャビンとかもね。そうです。得意な人が言っちゃダメ。ダメです。ガチャピン宇宙に行ってんだからな。ガチャピン宇宙に行ったんですよ。すごいですよ。すごいですね。それはなかなか行けないから。はい、もうだから発射の時はもう何回も確認したでしょうね、忘れないように。そうでしょうね。これ忘れた大変だよ。宇宙に行ったのにさ、顔見せたいだろう。ガチャピンの顔見せましたよ。いや、そうですよ、出てるじゃないですか。もうあらわなってるじゃないですか。赤ちゃんじゃなくて、なるほど。そこない、見せてるじゃないですか、皆さん。それはもうな、撮影、中継が終わったらもう抜いてるから。そうですね。あー、みたいな。どんな動きかよくわかんなかったから、先輩。山本すなさんからいただきました。有権者の皆さん、こんばんは。すいません、俺、地方やりませんでした。プッ、プッ、プーン。改めて、ゆきちゃんの皆さん、こんばんは。やっぱり2番じゃダメだってことが、先月の16日、身に染みて分かりました。蓮舫のオフサイト日本。そうですか。ねえ。蓮舫さんとか逆に聞いてみたいですけどね。はい。いやー、もうあの時の事業仕分け大変だったみたいな。絶対面白いと思います。事業仕分けコーナーみたいな。これ面白いな、絶対な。面白いです。こんなものはいらないみたいな。はい、やってほしいよな。うん、楽しいです。引退して。パワーランドさんからいただきました。プップップー。はい、日本の皆さん元気ですか。博多の皆さん怒ってますか。ブラッドペニー、ブラッド日本。
これはすごいな。もうだ、来れないでしょ。そうですね、福岡には来れないでしょ、うん、はい。観光にも来れないな、もう。なもうだってあんなことありえないでしょ。しかも向こうでなんかつぶやいたりとかですね。そうだ、何せられるわ今来たら本当に。なお福岡年末年始休みついちゃっても頭が回るんで、それと袋ってどう考えられる。さあ続いて中国のパワーランドさんからいただきました。プップップーン。みんなこんにちは。あ、間違えちゃった、こんばんはだった。本当は今お昼なんだけど、芦田愛菜のオールナイトニッポン。これ夜生じゃできないからね、芦田愛菜さんはね。そうですね、うん、でもまあなんていうか、今だったら数字取れるだろうなとかね、うん、あるかもしれないですね。でも録音じゃないとね。はい、今日は録音ですみたいな。言っちゃいかんない。録音って言って生とかね、逆に。中島さん、それね、俺いっぺんやりたいんよ。あ、なるほど。録音って言って騙し、騙して、騙してるか。その生っぽいことは一切言わないで、はい、生でやるっていう。あディレクターが何のためにちゃんとそれを 2時間ぐらいやって、最後のエンディングで今あの起こっていることをあー言うってことですか。そうそう、生だったんだみたいな。そうそう、最後の最後でね。あ、どうですかこれ。いや、なんかそれは面白いと思います。逆にまあ言えないですけど、今録音でなんか番組があったとしたら、はい、そこのピンチヒッターにいかんいかんっていかんいかんっておかしいでしょ。だからわざとオープニングで、いや今年のあーであの大晦日の紅白は赤組が盛り上がったよねみたいなことをわざと、はいはい、これ録音で言ってるわ的なことを言うわけですよ。あ、だけど生なんだよ。あ、どうだったみんな、どっちが勝ったみたいなことは言わずに、そうそうそう、言わないから、あ、生放送じゃなくてやっぱこれ録音なんだ、録音だ、絶対録音だよ思いながら、あ、最後に雨が降ってきたねみたいな。そうそうそう、あれ、あれ、なんでなんでこの人わかるわけ的な。どうですか、まあ自分番組ですよね。いやいや面白いと思います。だからもう本当、まあもしこの KBC に録音番組があるとするならば、そう、このピンチヒッターやった時だからないでしょそんな番組うちに。そうですよね。はい、これ明日もやりますか。これやっていいんじゃないわ。はい、はい、まるまるのオールナイトニッポン、明日もお待ちしております。ラジオの前のお父さん、せっかく趣味や家族との時間を楽しもうと思っているのに膝や腰の痛みで困っていませんか。しゃがんで植木いじりをしていた後、立ち上がろうとした途端に膝が痛くて思わず座り込んでしまったり、せっかく孫が遊びに来ても腰が痛くて抱き上げるのも一苦労など、そんな皆さん、一度通算糖をお試しになってみませんか。最瞬間製薬所の通算糖は膝の痛みや神経痛、リウマチの痛みなどを徐々に緩和していきます。魔王、腸に肝臓など5つの生薬を処方した医薬品です。まずはお電話で無料試供薬をお申し込みください。 0120-305-305 0120-305-305、 朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けております。サウスポーホークスです。今日の西スポの一面びっくりしましたね。ヤフードームにゴンドラ席ということで、今最大収容人員がヤフードームは 38,561 人なんです。まあこれでも増えたんですけど、はい、なんとかやっぱり4万席に乗せたいと、すごい執念を燃やしてらっしゃる葛西社長がですね、会議の時に、ジョンは天井から観客席吊るしたらいいじゃないかと。すごいですよね。ゴンドラ構想を出したところですね、はい、全員が反対したどうやって
ってね、うん、そこの席に行くかとか、そうですよね、結構高いから、ねいや、ドキドキして面白そうだなとは思うんですけど、でも、まあ、それ全員が反対なさったんでしょうけど、うんうん、なんか、結局、やっぱり自由な発想でっていうのは、すごくやっぱ、あ、素敵なことだなと思いますね、はい。安全上の問題があるんじゃないかということでね、うん、まあ、頓挫してしまったということなんですが、まあ、それでもですね、まあ、来シーズン以降、なんとかこう、4万人収容したいと、はい、執念を燃やしていらっしゃるね、はい、記事が一面を飾っておりました。家族や友達と気ままな旅に出かけよう。グループに60歳以上の方が1人でもいれば、平日2日間山陽新幹線などが乗り放題のノリノリ切符を発売中。なんとグリーン車用でもお一人様2万円。お求めは JR 西日本 0088-24-5489 西ご予約へ。ビーザー、福祉の福祉家東福岡宗像店が今年初の新台入れ替え、パチンコフィーバータイガーマスク2を大量投入、スロット大工の検査など4点一挙に合計373台の新台入れ替え、ビーゾーン福祉の福祉家東福岡宗像店は本日朝10時オープン。福岡市中央区長浜からお送りしている KBC ラジオパオーン。変わっては KBC 交通情報です。日本道路交通情報センター福岡の尾関さん、お願いします。はい、お伝えします。九州内の高速道路、車の流れは順調です。都市高速道路も北九州、福岡ともスムーズに流れています。一般道路の状況です。北九州市門司区の県道71号線は大理本町3丁目から殿上にかけて畑方面へ向かう車が渋滞しています。八幡西区の国道200号線は東曲がりで馬場山方面へ向かう下り線の車が渋滞しています。福岡市内では東区の国道3号線が加西山道口で上り線の渋滞です。博多区東公園周辺の道路が渋滞しています。でお出かけの方が多いようです。妙見通りは妙見交差点を先頭に東行きの車が渋滞、塩交差点では県道607号線など各方向からの車が混雑しています。中央区の道路、国際道路は渡辺通り4丁目から華厳にかけて西行きの車が渋滞、百年橋通りは百年橋を先頭に西行きの車が渋滞しています。また南区の県道607号線は屋形原1丁目から若久にかけて北行きの車が渋滞、与為付近では国道202号福岡外環状道路など各方向からの車が渋滞しています。道路交通情報センターからお伝えしました。ありがとうございました。ドライバーの皆さん、お家に着かれるまで安全運転お願いしますね。次の交通情報は5時半ごろお送りします。KBC ラジオは JA バンク福岡プレゼンツ KBC 創立60周年記念オールナイトニッポンコンサート、3月24日日曜日福岡サンプレスで開催されますが、このコンサートの S 席のチケット電話特別先行予約を実施しておりますが、今日受付5時までということであと30分を切っておりますので、はい、いい席お早めに、どんどんとお電話、お待ちしております。今オペレータールームはですね、非常に電話がかかりやすい状態。ああ、そうですか。いうことですか、ね。まあ、5時までっていうことなんで、一段落かもしれませんけれども、ワンコールよろしくお願いします。今、化粧始めたっていう情報が入ってきました。それいかんだろ。ほんと。あとで、パオンの反省会に参加してもらうぞ。大したことないだろ。おじさん怒るよ、プンプン。なんだ、プンプンプンっていうのは。おぼんこぼんの懐かしい客を、ひとにやらせていただきます。ゆうこりの方じゃないのか、それは。電話番号、092-781-1413。092-781-1413。夕方5時までお待ちしております。数字でドン答え合わせ2450枚。さて、数字でドン答え合わせです。今日の数字2450枚は何に関する数字だったんでしょうか。2時に出したヒントは銀ギラ銀にさりげなく。
成人式で達成しました、つなぎましたの3つでした。リスナーの皆さんから回答いただきましたので2つご紹介させてください。まず福岡市城南区のラジオネームハッピッピーさん、連打校じゃないですかね。連打校、でもこの前連打校ギンギラギンにさりげなくがよくわかんない。そうですね、つながりが見えないですね。そうなんだよ。もう一つ、北九州市八幡東区のラジオネーム旅関さん、カイロラをつないで成人式会場を作った。カイロラをつないで成人式のその会場を作ったと。会場、はい、これもね、すごいな。そうですね。お二人はどうですか。僕はですね、だマイなんだよな俺。マッチかなと思って、僕もギンギラギンにさりげなくだから、はい、マッチっていうので行くんじゃないかなと思ったんですけど、ね、マッチはどう転んでも前にはならないんですよね。そうなんだよね。マッチをマッチで何かを書いてそれをとか、もうでもね限界でした。あ、そうですか。分からない。僕は、はい、銀のお皿を積み上げて2450枚重ねたギネス記録、成人式に。ああ、そうですか。難しいね。銀ギラ銀だから、まあそこ。銀ギラ銀は、最初レコードかなと思ったんですよ。なるほど。レコードを2450枚積みなさい。でも銀ギラ銀がね、よく分かんなかったんですよね。じゃあ発表しましょうか、はい、答えを。今日の数字2450枚。正解は、バンダナをつなげたギネス記録の枚数。マッチのバンダナか。そういう意味？そういうことでしょうね。だからギンギラギンにさりげなくん時にバンダナしてたんでしょうね。そういう意味だね。ちょっと聞いていただけますか？とはいかそれからバンダナ冷凍して冷凍して冷凍して、バンダナはお家にありますか？バンダナは1枚ぐらいは持ってますよ。ありますかね、はい、先輩はどうかな。ということは石井ちゃんが言ったように先輩は持ってないかもしれない、はい、ね、あ、そういう意味か、はい、そういうことだったんです。平成23年の1月10日に神奈川県平塚市で行われた成人式で達成されたんですね。記憶に残る記憶を残すというテーマでギネス記録に挑戦することを企画し、うんうん、この年の新成人1805人が成人式の受付でバンダナを結んで、それを天井に万国旗のように吊るしました。へー。時間からおよそ2時間後に2450枚のバンダナがつなげられて、従来の2192枚という記録を抜いてギネス記録を達成したそうです。そういう数字で2450枚だったんですね。では今日の2000円分のQUOカード当選者発表いたします。北九州市小倉北区ラジオネームゆうきんさん、おめでとうございます。コーカード当たりますので、ぜひチャレンジしてください。数字でドン、明日もお楽しみに。続いて夕刊各紙から気になる記事を。毎日新聞の記事ですね。火星旅行は不眠が大敵という記事でございました。火星の有人宇宙飛行を想定して地上の閉鎖された空間で520日間暮らす実験ってやってましたよね。はい、あの他方で紹介したよね。しました。あの いくらもらえるとか、はいはい、そのお金も結構な額だったんですよね。で参加した6人の男性の多くにですね、体内時計の乱れが原因とみられる様々な不眠症状が現れたと研究チームが発表しております。アメリカは2030年代にですね、火星有人飛行を目指しているんですが、その成功には飛行士の睡眠を保つための工夫が必要だと指摘しております。はい、実際にこれね、飛行すると他にも宇宙放射線とか微小の重力による人体への直接の影響もあって、さらに課題は山積すると。ああそうですか。これ実験はですね、1年ちょっとかやりまして、500何十日ですかね、打ち上げから飛行、火星着陸を経て地球に帰還するシナリオに沿って共同生活したんですね、6人が。実験が進むにつれて
お昼と夜のリズムが乱れてきて、参加者のうち4人の睡眠の質が低下していきました。90日後にはグループ全体として体を動かす度合いが少なくなって休息時間が増えたそうです。で、残りが20日になると実験の終了を心待ちにして、また行動が活発になる現象も見られる。火星に近づくに従ってまたちょっとみんな元気になるんじゃないかなという、まああくまでも実験結果ですけど、この間がな、その相当なストレスですよ。ヨーロッパから飛行機で帰ってくる十何時間で、あと1時間かっていう元気になるのと違うから、はいはい、そうですね、わけが違いますね。何百日、500日だ。すごくもう残念なニュースですね。そうですね。まあ学校ももう全ての情報をね、そうですね、提示してほしいですね。はい、何があったのかってことですよね。時間かかるもんね、必ず。そうなんですよね。こういうことが起こるとね。はい、で、やっぱこうすごくこう残念なニュースですし、で、この残念なニュースを乗り越えるためには、じゃあ次起こらないようにするためにはどうすればいいかっていうことですかね。さあ、そしてなんと江戸時代の俳人小林一茶が俳句を採点したと見られる、帳面が長野市内の個人のお宅で見つかったそうです。一茶に詳しい、矢場さんという、二松学舎大学の客員教授が、一茶は人の句を採点して収入を得ることを嫌っていて、これまでに冊子になった店長、まあ、つまりそういう帳面は2点しか見つかってないらしいんですけども、もう貴重な発見だですね、ということだそうです。今日の夕刊各紙からでした。では1曲、ユーミンのオールナイトニッポンの時のこれエンディングテーマだったですね、聞いていただきましょう。アイランドでステイウィズミー。